ドレッドノートは、イギリス海軍の戦艦。同盟の艦としては6隻目、同形艦なし。ドレッドノートは、ドレッド、恐怖、不安、ノート、ゼロの合成語であり、勇敢な、恐れを知らない、恐怖心がないを意味するが、本艦が、それまでの戦艦に比べてはるかに大きかったので、格段に大きい、大型であるを意味するようにもなる。ドレッドノート戦艦、土級艦、超土級艦、 ちょうど急のように言葉が変化したと考えられている。一般的なフォークギターのサイズ、ドレッドノート型も、戦艦ドレッドノートにちなんでいる。中間砲、副砲を装着せず単一口径の連装手法と動きを搭載して、当時の戦艦の概念を一変させた革新的な艦である。これにより、片弦火力で最大4機8門の方が使用可能となり、 本艦一隻で従来艦二隻分の戦力に相当し、さらに環境に設置した射撃砲位板で統一して標準することで命中率が飛躍的に向上、長距離砲の命中率はそれ以上であった。また、英国の従来の戦艦の速力がレシプロ機関で18ノット程度なのに対し、蒸気タービン機関の搭載により21ノットの高速航行が可能であった。 本艦は前日の理由で3倍数の方がは、標準在来戦艦と遠距離砲戦を行っても、相手より先に命中弾を得ることができた。また、従来の戦艦より高速であったことは、海戦において重要な距離の支配権を握れるということを意味した。本艦は、敵艦との間合いを常に時間にとって、最も有利な砲戦距離に保つことができ、不利であれば逃げることも可能であったが、 在来戦艦側はフリーであっても、本艦からは逃げられずに殲滅される確率が高かった。この斬新な設計は、それまでのレシプロ蒸気エンジンより、小型軽量大出力な蒸気タービンという新機関を得て、初めて可能なものではあったが、同時にその利点を最大限に活かしきったものと言える。蒸気タービン艦は、機関重量節減が可能で、船体を長くでき、 在来艦の2倍以上の手法を搭載可能だった。なおかつ大出力ゆえに在来戦艦より高速を得ることができたのである。ドレッドノートの登場はドレッドノート革命と呼ばれる近代軍艦としての戦艦の設計に革新的な影響をもたらし、本艦以前の戦艦をすべて旧式と認識させる一大変化を起こした。1900年頃まで戦艦は 連装手法等2期4門が主兵装で、敵艦水戦部の装甲を破ることを主目的とした。加えて、敵艦上部構造を破壊するための副砲や、中間砲を原則にずらりと並べていた。また、海戦における砲弾の命中率は、個々の大砲を操作する砲手の腕前にかかっていた。すなわち敵との距離、砲を砲手が判断して、大砲の行革、旋回革を決め射撃しており、 これを独立打ち方と呼んでいた。この方法は、砲線距離が数千メートルまでは有効だが、それ以上の距離では着弾地点の正確な観測が難しく、命中を期待しにくい。このため漢報の長射程下とともに、命中率の高い、新しい射撃方法が模索された。当時、イギリスでは、多数の同一後継砲が、同一のデータを元にした照準で同時に弾丸を、 発射し、着弾の水柱を見ながら、照準を修正していく、正射の有効性が認識された。日露戦争初期の公海回戦では、実際に最大砲線距離は1万メートル以上に及び、日本海海戦では、日本海軍は独立打ち方をやめ、環境から一元的に距離を指示し、砲側では一切修正しないという正射に近い、射撃方法に変更していた。この頃、 イギリス海軍第一海軍教に就任したジョン・アーバス・ノット・フィッシャー提督は正者の有効性を強く認識し、彼の強い指導のもとに長距離砲戦に圧倒的に優位な戦艦として建造されたのがドレッドノートである。ジェーン海軍年間1906年版の要目斬新な設計により、ドレッドノートは以前の艦に比較して圧倒的に強力な戦艦となり、 その後、建造されたルイジカンを土俵艦と呼んだ。数年後には、土俵艦を凌駕する超土俵艦を誕生させ、世界各国の大建館競争時代、ひいてはその先のワシントン海軍軍縮条約から始まる海軍休日時代の延員にもなったのは、史実の知るところである。それに付随し、本館浸水以前に収益、建造中だったすべての戦艦が、一気に旧式化してしまった。 事態は深刻であり、その例としては当時建造中だった日本海軍の最新鋭艦、薩摩型やイギリス海軍のロードネルソン級、フランス海軍のダントン級などがすべて収益前に、旧式艦の落印を押される結果になった。従来、斬新な新技術の導入、飛躍的な発展は他国に任せ、成功を見た後それに追随するのが、イギリス海軍のやり方であったが、ドレッドノートの場合は、 自国建造の従来型戦艦の完成を先延ばしにして、あえて本艦の完成を急いだ。その理由として、身長一ドイツ帝国海軍に対抗し、一気にこれを突き放す目論みがあったとも言われる。しかし結果として、世界で最有力だった他の英戦艦人も一気に陳腐化してしまい、他ならぬ英国海軍こそ、世界で最も多くの旧式戦艦を保有する国に、 なっってしまったそして、各国の嫌韓競争は、ーカンという新たな局面に舞台を移し、一度同じスタートラインで仕切り直される形で続くこととなった。結果として、イギリス海軍の優位こそ揺らぐことはなかったものの、その優位を維持するために熾烈な嫌韓競争をひた走ることとなった。通例では、本館以降に登場する本館と同一思想の館は、土球 それに対して、本館以前の艦は便宜上、全土級艦と呼ばれたという分類も存在するが、一般に全土級に含めることが多いため、ここでは言及しない。その後、中心線上に全種砲塔を背負い式に配置し、すべての方を両舷に向けることが可能で、後継、方身長、装甲のどれをとっても、本館を凌駕する性能を持つイギリス海軍の戦艦、オライオン級が完成すると、 それ以降に計画、建造される同種の艦を、先例に習って、う度級艦と通称することになる。例を挙げると、ドレッドノートより、強力な手法と高速力を有するが、装甲の薄いう度級巡用ライオン級や、後に、装甲や機関を強化して、高速戦艦化する、金合がそれに該当する。なお、本艦以降に同一思想で建造された艦に、 日本の河内型戦艦がある。しかし、本型は、各種砲の後継は同一だが、方針長が違うため、統一式をするためには、方針長別に内方作薬量が違う2種類の薬脳を用意しなければならないという不都合が生じた。この点を理由として、例外的に全度休館的扱いをされる場合も、多い、ドライドックに入居するドレッドノート、高い選手郎看板は、 原則主砲塔を2機の社会を得るために切りかかれた設計となっており、この設計デザインはちょうど旧戦艦の時代まで連綿と続けられた。本艦の戦隊形状は、それまでのイギリス戦艦にない高い還元を持つ朝鮮首砲型戦隊であり、概要でのしのげなみ性は良好であった。艦首から前向きに連装タイプの一番主砲塔1機を配置。 そこから甲板よりも一段高められた上部構造物の上に環境構造が配置される。環境は下部に司令塔を持つ箱型に簡略化されており、この背後に2本の煙突が立つ。煙突の間には頂上部に見張り書を持つ逆向きの三脚章が設置された。上部構造物は原則甲板上に2番3番手法塔を片元1機ずつの2機を配置するため、 中央部側面が大きく凹まされていた。この手法配置のため、従来艦と異なり、艦載艇は、煙突の周囲の限られたスペースに配置せざるを得なく、なった。艦載艇は、三脚省の主省の基部に設けられた、ボートダビットで運用された、後部手法登場の本艦の副兵装である、QF12 ポンド単装砲、水雷艇撃対用として27機を、 船体の各所に分散配置したがその多くが手砲の爆風を受ける位置にあった。2番煙突から後方で上部構造物は終了し、その下から後部甲板が始まる。後部甲板上に後ろ向きで4番5番手砲塔が後部マストと後部見張り所を挟んで等間隔に2機配置された。本艦から副砲は前日の通り廃止された。 代わりに水雷低減撃用として12ポンド、炭素砲27機を、船体の各所に配置した。そのうち10機は、連装手法と5機の点外上に、並列配置されるというものであった。手法と1機ごとに2機ずつ配置される。この砲は、言うまでもなく、手法塔の正射時に巻き起こる爆風によって、法員が被害を受けかねない、非人間工学的な配置をとっている。戦闘時、 これらの法院は、もっぱら上部構造物の壁面に配置された、遮蔽物に防護を頼るほかはなかった。この単装法はまた、上部構造物に、片言語機を備える、環境基部に2機、原則に2機、後部に1機を配置し、計10機を配置した。本館は竣工後、後部三脚症状にあったマストの撤去、主砲塔天外上の12ポンド砲の周りに、爆風避けの大井の設置、 全部三脚省頂上部の見張り所を拡大して射撃式所へ改正するなどの改修が施された。戦時中に全部三脚省頂上部にの見張り所に射撃砲をァンの設置、環境構造の拡大化、関西低スペース拡大のため上部構造物にあった単焦灯を後部三脚省上に集中配置し、重量増加のため水雷低減撃用の12ポンド単装砲の うち手法灯天外上や上部構造物のものを撤去し、代わりに後部甲板上に12ポンドを単素降格砲を片面にずつ,つ、計4機を新設した。また、本艦は体当たりによる接近戦を放棄し、当時の戦艦には必須装備であった昇格を廃止した。ドレッドノートの手法塔の写真、天外上に7.6センチメートル速射砲が並列配置されている。 本艦の手法は、全球に引き続き、1908年型マークェックス 30.5cm 砲を採用している。その性能は、方向初速秒速 831m、重量 386kg の砲弾を、最大行角13.5度で 15,040m まで到達し、射程 9,140m で、原則走行 269mm を貫通する。 能力を持っていた。方針の上下は、行角13.5度、深く3度で、旋回角度は、単体守備線方向を0度として1番、2番、3番、5番、砲塔は、左右150度であったが、4番砲塔は150度の、旋回角のうち後部環境を避けるため後方0度から左右30度の間が四角となっていた。発射速度は、毎分1.5発程度であった。 本級は、中間砲、副砲を全廃し、副武装は、耐水雷低用として、1910年型マークアイ7.6センチメートル速射砲を採用した。その性能は5.67キログラムの砲弾を、最大行角45度で9970メートルまで届かせられた。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。 方針の上下角度は、行角40度、深く20度で、旋回角度は360度であった。発射速度は1分間に12発であった。この速射砲は、発達著しい駆逐艦に対抗するには、威力不足であり、後に建造される戦艦においては、副装備の方は、大型化され、副砲が復活したとされる。他に、 大艦攻撃用に4 5 7トル水中魚雷発射艦5門を装備していた。戦艦に水中魚雷発射艦を装備するのは同時代のイギリス戦艦に共通したものであるが、速力、機動性に乏しい戦艦に魚雷を装備しても対して役に立つものではなく、後の戦艦では魚雷装備は廃止された。なお、本艦には、 当初酸素魚雷の装備が検討されたものの、開発を断念したという経緯があり、後に日本海軍が酸素魚雷開発に着手するきっかけになったという逸話がある。本艦はバブコックスウィルコックス式石炭、重油混焼水管管18機、パーソンズ式高速タービン2機、さらに同定速タービン2機計4機を装備する。これらを組み合わせて、 速力21ノットを発揮した。本艦の機関は、船体中央部の前後に艦室を分離して配置した。またスペースの関係上、後部艦板上の2機の手砲等に挟まれるように、タービン室が配置された。これは、弾薬庫とタービン室のどちらかに、敵手砲による損傷を受けた際に大被害を受けかねない、機関配置であった。また、全部マストを日本煙突の間に配置したため、 風向きによっては見張り所が高温の倍延の被害を受けてしまう欠点があった。この欠点は次級のベレルフォン級で除去され、全部マストは一番煙突よりも前方に配置されていた。1905年10月2日気候、1906年2月10日浸水、1906年12月2日収益、第一次世界大戦では本館は 第一戦を務める主力艦の座をすでにちょうど旧艦へ譲っていたので、最初の2年間は、北海の第4戦艦戦隊に所属した。1915年3月18日、ドイツの潜水艦 U-29 を体当たりで沈めた。これは、戦艦が潜水艦を撃沈した唯一の事例になっており、皮肉にも体当たりによる戦闘を放棄して、昇格を廃止した本艦が、 その唯一の当事者となった。1916年5月には高速艦として建造されたにもかかわらず、相対的に低速艦になってしまい、艦隊に随行することが困難となったため、テムズ川の第3戦艦船隊の機関となった。主任務はドイツの巡洋戦艦に備えることであったが、ユトランド沖海戦には改修のため実戦部隊を離れており、参加していない。 1918年3月から8月までグランドフリートに復帰し、戦後はロサイスで予備役となり、1920年3月31日に退役した。1922年に本館は t w ー r d c a m p a に売却され、1923年にインバネスで解体された。1910年には悪名高い担ぎやホーレスデベレ、コールが、 アビシニアの王族の旅行のために、ドレッドノートを使用できるように、と英国海軍を説得した。実際には、アビシニアの王族は、作家のバージニア・ウルフを含む彼の友人たちの仮装であった。この一件はドレッドノートホークスとして知られるようになった。コールがドレッドノートを選択したのは、同館が最も有名な英国海軍のシンボルで、 あったからだが、実のところ1910年の時点ですでに、ドレッドノートは休止期間であった。ありがとうございます。